はははいといととうここででねでは皆さんこんにちは、えー、と今日はですね実務系問題、まあ、研究ということでイベントですね入っていきたいと思います。はいということでまああのー、皆さんのお手元にレジュメいってますでしょうかね、あと、ズームの皆さん大丈夫でしょうかね、はい全国のズームの皆さんお元気ですか、<laughs> はいそれではね入っていきましょう、まずはですねお知らせですね。はいえっ、ー、と 直前講座のお知らせから入っていきましょう。まずまあレックの直前講座、えー、発売になりまして、えっ、ー、とですねパンフレットあります。まああの良、ー、かったらですねない方は後ろから取っていっていただければなと思いますので、はいということで、あのー、まあ私もですね含めて各講師、えー、一生懸命やっておりますので、ぜひレックの直前講座よろしくお願いいたします。はいそれからですねまあついでながら厚生労働省からのお知らせです。はい。 2024年労働条件のですねまあ、ルールが変わりますということでまあ、今年ね労働基準法の改正がまあ、大きな改正入りますのではいまあ、ぜひですね、えー、まあ、えー、この令和6年4月1日タイミングにですねはい、ネットで情報出てますので取っておいてくださいはいということでね厚生労働省からのお知らせでしたそれでは入っていきたいと思いますさて皆さんレジュメお手元にありますでしょうか はい、それからペントを、ねまあ、用意していただければと思いますでまずちょっと、ね、開いていただくとです、ねはいえー、トレンドをつかま実務系事例問題大研究と、まあ、書いてありますね、はい、でまずまあ1ページ、2ページ開けていただきつつ、はいまあ、1時間のイベントでしたっけね、今日、ね、はい、そこで,です、ね、まずまああの計算問題とか実務系問題出ているんですけども問いの一番見てください。 これは令和5年の本試験のまあ労働基準法の問いの1ですよね。でこれ見た時に人によってはまあフリーズしたっていう人もいたと思うんですよ。あれこんなのあったのっていうことでまあちょっと皆さん見てください。下記のとおり賃金を支払われている労働者が使用者の責めに期すべき自由によりまあ半日休業した場合労働基準法26条の 休業手当に関する次の記述のうち、まあ、正しいものはどれかとで見るとね、まあ、賃金日給1日1万円半日休業とした日の賃金は、まあ、半日分の5000円が支払われた平均賃金が7000円ということですよね、はい、そしてまあここで,です、ね、多分知ってる人もいればただこの受けた時にですね、まあ、おそらく過半数の受験生の方は ま、その計算方法とかはあまり知らなかったと思うんですよ。で、その時に混乱したと思うんですよね。で、なんで混乱したか？それは下に書いてあります。ヒントがはい。一部労働の場合の取扱いが各科目によって異なるからなんですよ。でね、1番労働でまあ、一部労働で出てくるのが労基法ではなくて、労災保険のま部分算定日と健康保険の傷病手当金の方が頻繁に出てくるんだよね。 だからそっちで混乱しちゃうってことの方が多いんだよねそうすると、多分おそらくですね、まあ、初めて見た方に関してはいやいや、初めてだよねそうするといやこれって確か労災保険ではどうだっけなっていう,ふうに考えちゃいがちでしょそれ考えた時点ではまっちゃいますもう解けません、はい、だから、まあ、こういった問題注意してほしいわけですねそこでですね下の方を見てください、はい、左の部分ですね書いてありますでしょはい えっと一部労働の場合の取り扱いって書いてありますよね、はい、まず労働基準法の休業手当ということで分かっていればね、はいえーまあ、休業手当の額マイナス賃金とで差額があれば支給と書いてありますよねで労働基準法というのは最低部分なんですよこれ基本に戻っていただければ最低額じゃないですかだから休業手当って最低額なんですよだからそれさえ出しておけば問題ないんですよ1日あたり。 他で,他で働く、ね、部分労働であろうが何であろうがとにかくそれさえ払っていればいいんですよ労働基準法は最低保障だからこれでもう分かっちゃったでしょうということでね、まあ、ちなみにですよそうすると労災保険の部分算定日は給付基礎日額かける一部労働があった場合はこれですね先に引いて6掛けですよだから覚え方としては労災は先引き6掛けになりますよね。はい 労災はは引き録画になります、はいそれからちなみにですね健康保険の傷病手当金ですけれどもはい傷、えー、病手当金に関しましてはですね、えー、単純に差額ということになります。はいということで後ろの方声反響しちゃってる感じですかあそしたらねこれにしますから大丈夫ですよ。はい はいこれで大丈夫でしょうか、これで入りますか、じゃあ、これでいきましょうね。はいということで、声がちょっとね、なんか室内で反響したということで、まあ、新システムをちょっと利用してみたら、あんまり反響が良くなかったと、じゃあ、これで聞こえてますか、後ろの方大丈夫ですか、はい、OK、それではですね、入っていきましょう、で今見た通り、この労災保険に関しては、はい、給付基礎日額から一部負担金引いて、先引き6掛け、これ、完全に覚えてくださいね。 労災の部分算定日は先引き6がけ勝負用定的金は、はい、差額があれば支給ですね、はい、じゃあ見ていきましょうということは労働基準法に関しましては、はい、平均賃金が7000円ですねということは 60%7642、はい、ですね、まあ、下に書いてありますけども4200円ですね、はい、ということで4200円払っていればまあ え問題ないでこの日は5000円出てますから問題ないということになるわけですね。はいということなのでさあここで問題を解くだけがまあ今日の目的でではないです結局こういった紛らわしい部分をまあどういかにですねはいあのまあ克服しておくかということですよね。はいということででは次の問題いきましょう。さて今度は。 はいえー、っとこれが令和5年の労災保険の択一式ということになります。はい、ということなので、まあ、ちょっとね、これ読んだときに、多分受けた方は、面倒くせえなと思ったと思うんですよ、そのとき。これ、択一ですからね、これね、選択じゃなくて。はい、ということで、そうすると、新卒で、公会社に正社員として入社した、まあ、労働者 P と。 なんで P なんだと駐車場でもないのになんで P なんだって、ね、思いませんでした思うじゃん、はい、A とかだったらわかるけど P だぜ、はい、<laughs> まあいいでしょうそして入社 <laughs> いおかしくなっちゃいましたね <laughs> 1年目に終了時に脳血管疾患を発症しその日のうちに死亡したと、はい、P は死亡前の1年間毎月月曜から金曜日に1日8時間の会社で働くとということで ここですよね、はい、まずここが正社員扱いだよねと同時に学生時代からパートタイム労働者として勤務していた、はい、まずオツ社ですね、はい、契約も継続していたんですよく見てよ初めて見る人もいるでしょこの問題ね日曜にオツ社で働いていたとオツ社とは働いていたんですねこの後がポイント死亡6ヶ月月前前から4ヶ月前は 弊社において死亡3ヶ月前から死亡時にまでは長者においてそれぞれ3ヶ月の期間の定めのある労働契約でパートタイム労働者として月曜から金曜日まで勤務を終えた後、まあ、働いていたということになるわけですね。はい ということで P の遺族は P の死亡は業務災害複数業務要因災害によるものであるとし監督署に対し遺族保償給付複数事業労働者遺族給付の支給を求めたとで当該所長は、公会社の労働時間のみでは業務上の過重負荷があったとは言えず P の死亡は業務災害によるものとは認められずまた、公会社と乙会社の 労働時間を合計しても業務上の過重負荷があったとは言えないが高害者と弊害者と障、まあ、害者ですね、はいの労働時間を合計した場合には業務上の過重負荷があったと評価でき個体測要因や業務外の過重負荷により発症したとは言えないことから P の死亡は複数業務要因災害にこれ該当によるとここがポイントですよね。はいそして P の遺族への複数業務事業労働者への給付を行う場合における給付基礎日額の算定にあたって次の正しいものはどれかとさあ皆さんこれ初めて見た時どう思われましたポイントは何かと複数業務、まあ、要因災害であるということは、はい、複数業務要因災害の給付基礎日額についての問題だよねということは、はい、ポイントはここなんですよ算定自由発生日がいつかですよ。 死亡日ですここは